デミオンキラーホエールズはアジアリーグアイスホッケーに所属しているアイスホッケーチーム。本拠地は大韓民国インチョン広域市。リゾート関連事業のデミオングループは2013から2014シーズンからアジアリーグに参加していた韓国軍のアイスホッケーチームデミオンサンムのスポンサーを務めていた。アジアリーグアイスホッケー2015-2016 シーズン終了後、デミオングループは独自のチーム、デミオンキラーホエールズを創設し、アジアリーグアイスホッケー2016-2017シーズンから参戦した。アジアリーグアイスホッケー2018-2019シーズンはホーム開幕戦にがわ先、鶴国際スケート競技場に、アジアリーグ韓国内記録である1989人を動員するなど、にがわ市のホームタウン活動も、 活発化。さらに元 NHL 監督や外国人枠には入らないロシア人選手の大量補強もあり、レギュラーシーズン1位を愛用春らから逆転でダッシュするもプレイオフセミファイナルで第1戦でアジアリーグ記録となる第3延長13時3分までもつれ込む結果、敗戦。その後の第2戦、第3戦も敗戦し、 プレイオフセミファイナル敗退の3位でシーズンを終了した。ありがとうございます。